らついちゃうですよ。やめてください。どうも、はい、ハリウッドザコシの部屋でございますね。はい、はい、ハリウッドザコシの部屋って言っておきながらゆっくんちゃんの部屋にいるんですけど。そうですね。はい、はい、なんでここにいるんですかと。僕の部屋だからですよ。あ、そうですか。何の不思議もない。最近どうですか。いやもう、時系列で言っちゃいますと、僕は主催ライブ、新ネタ3本ライブを主催でやっておりまして、明日、うん、それがあって、うん、今一生懸命ネタを考えなきゃいけない時間なんですけど、はいはいはい、うん、で雨降ってきたから俺帰り道だったんだけど、はい、寄ったんですよ、はい、それ嫌な顔されてすっげえ嫌な顔、仕事帰りにさ、はい、雨降ったから、雨降ったから来るじゃん、ゲレンボール、はいはい、あ近いからさ、ね、はい、あ、ちょっと寄っていこうと思って、はい、ポンコンってやったら、はい、言えないと、あのいや、本当大先輩にお会いできたことは嬉しくもあり、うん、ただ今本当にネタもできてなくて、うん、追い込みなんですよ、受験勉強で。なんで追い込みって追い込みかけられてるんですよ。いや別によくね、そんなん別にどうせ明日、はい、明日別に3本ネタやるライブとか知らねえけどさ、はい、どうせ一本も残んねんだよ。そんなことはないの。いや、お前何本 何回やってんだよ、そのライブ。はい、一本が残ったの。残る残んないで言うなら、僕判断では残しちゃっておりますけど。あ、そうなの。どうなんだ、じゃあ設定言ってみろ。設定はあれですよ、前師匠も嫌いだっつってたやつなんですけど、いろいろライブとか、うん、まあ、合コンでも何でも僕がひどい目に遭わされて、その怒りをミュージカルで踊りながらぶつけるみたいな。どうしてお前な、そんな音楽音痴なのに、はい、そんな無理決まってんじゃんお前。いやでもちょっとだけね。だからそういうね、そういうなんていう、そういう方向性が間違ってるんだって、はい、そっちの方面じゃなくて、はい、チンチンをこうなんていうあのカッターで一回、はい、尿道を尿カッターを尿道にぐすぐっさり刺して、はい、グリグリって開いちゃうっていう。そういうネタやれよ。魚さばく感覚じゃないですか。気持ち悪い。ダメ、チンチン解体ショーみたいな。嫌ですよ、気持ち悪い。いや、それでみんな笑いますから。チンチンギーってさばいてまた縫うって言ってましたけど、そうそう、うん、意味ないでしょ。あ、音はいるね。グーって開いたら、はい、テーテレーみたいな。それ音がです。イリュージョンでも何でもないですよ。え、切れただけで、うん、開くでしょ、はい、でもう一回縫うでしょ、はい、でてってれー戻りましたじゃないんですよ。ずっと血は出るでしょう。ションベもボタボタ垂れるでしょうね、下から。嫌ですよ。ダメなんだ、はい、あ、それ縫うとか切るとか嫌なんだ。そうですね。もうみんな嫌だと思います。じゃあ、はい、あの鼻くそ、はい、うん、鼻くそほじるでしょ、はい、で尿道に気持ちが悪いな。入れて、詰めて、はい、尿道詰めるでしょ、はい、鼻くそを、はい、いっぱい溜めて、はい、で勢いよくシャーッ正面したら鉄砲みたいになるじゃない。なるですけど。なるですけど、だからなんだとしか言えないでしょうし、そういうネタやったら笑うよみんな。面白い。笑うと思うよ。誰が最前列でションベンを見ながら笑うんですか。で鼻くその玉を当たるじゃん。でそれあの殺傷能力があるかないかみたいな。もう分かります。ないんですよ。ションベンぐらいじゃないんだ。ピタってついて不快なだけです。失明もしないでしょうし。あ、そう、じゃあ実弾にする。実弾でも一緒ですよ。より尿道に実弾詰めて、より尿道が痛いだけですよ。痛い、気持ち悪い。痛いですよ。何だったらいいんだよ。じゃあ、まあ、何だったらって頑張ってポップなネタも考えたりしてるんですよ。はい、ポップなやつなんだろうね。あ、分かった。じゃあポップなやつは尿道に、はい、もう熱々の鉄、はい、煮えたぎった鉄、あっちい鉄をこう尿道を開いてですね、はい、スーッてこう入れる。筒に触れないように。そうそうそう、よく言ってるけど。で、はい、でこうだからチンチンの周りに氷、はい、氷をこう氷水でこうなんかアイス飲みたいな感じで、はい、こうやってたらシュッて多分すぐ冷めるよ。すぐ冷めるよ。だから溶けなくすぐチューってなんかあの尿道の形でこう取れる。ディリーみたいな感じで。鉄がアリの巣みたいに。
うん、ダメダメに決まってるでしょ。どこがポップになったんですか今の。ポップになってる。だって血も出ないし。血は出ねえですけど、うん、気持ちが悪いですよ。ダメ、笑わない誰も。俺笑うよ。だから師匠が笑う。女子高生笑うと思う。笑わないでしょ。尿道を受けるとか聞いたことないですもん。チンチン出したら笑うでしょ。あの笑わないで悲鳴上げて逃げますよ。あ、そう、はい、ちゃんと。何がいいの、あのネタができなくて困ってますけど、意外と師匠には作ってくださいとは言ってないので大丈夫っちゃ大丈夫。トカゲとかのさ、牙とかあるでしょ、はいはい、トカゲ、牙ありました。トカゲじゃない、トカゲじゃない、なんか犬とか牙あるの、はい、抜いて、はい、あの尿道に植え付ける。うー、気持ちが悪い。破傷風菌がすごいですよ。破傷風菌かわかんないけど野生の菌が、うーもうあれでしょ、狂犬病が尿道から尿道から狂犬病、チンチンがなんかこう吠えるの。気が付いちゃう。こうなんか狂犬病でしょ。もう狂っちゃうんでしょ。犬のようにあの狂犬のようにチンチンが。はい。ワンワン。誰も寄ってこなくなりますよ。いよいよ。今も別に寄ってこねえじゃん。まあまあそうなんですけど。うん。はい。おんだけないですけど。小じきとか、はい、おじさんとかばっかりでしょ。小じきは寄ってこないです、うん。おじさんはなんとかお客さんで来てくれて。汚いおじさん。汚くないです。汚くないですよ。うん。裏で言ってるよね。言ってないですよ。汚いおじさん来てます。汚くないおじさんがおライブに来ていただくので、感謝です。もうね、昨日もね、あの、時間、たまたま時間あったから。はい。ご飯、お昼ご飯でもどうって誘ったんですよ、はい、そしたらね、断ってさ、はい、で、今までまだネタできてないでしょ、はい、じゃあなんで断る人ねえじゃん。1時間、2時間で終わるのに。1時間、2時間で確定でネタできる人いないですよ。1時間、2時間で終わるのにご飯、昼ご飯なんて終わるじゃん。ああ、まあまあまあそうなんですけど、うん、ちょっと戒めというか。戒めってなんだよ。遊んでられないみたいな、あの本当に大先輩の、ね、ご飯を断るのもいけないと思いながら、怠惰、うん、もいけないものなので、怠惰、あの怠けちゃいけない、うん、はい、ご飯行くとご飯行って、まあ1時間2時間ですよそれは、うんうん、でもその後美味しかったで3時間ぐらいヘラヘラしちゃうんですよ。知らねえよお前、それお前のあれじゃないか。はい、それをだけど1時間のそれを逃げれば、うん、まだこっちでちょっとビール飲ますけど、ね、なんでですか。ビール飲ましたらもうやるじゃんね。あのやる気なくなっちゃう。6時間ぐらいもできないでしょ。はいすぐしこっちゃう。ビール飲んだら、はい、すぐしこっちゃう。そうですね。知らねえよな。そういうこと言ってるからじゃんね。何ネタできねえの。ネタはまあまあしこり以外で頑張ってますけども。何だしこり以外。あのまともなネタ作ってる、うん、誰がこのしこり以外とかつって喜ぶ。誰かいるでしょきっと。いないね、はい、うん、しこりファンが。じゃあ分かりました。じゃあ、はい、最後に、もう家でゆっくりしてたいのに。家のこの辺も散らばるでしょ。くせぇくせぇ寿司芸者くせぇくせぇですよ。言ってもらって寿司芸者くせぇって。ほら寿司芸者くせぇ。どういうことですか。あー、目にもしみる。はい、どうもありがとうございました。